これはアダクレですねベリーナイスコンボ株式会社ということで、はい、ベリーナイスベリーナイスコンボ株式会社キツネさんのアダクネ VS 反対側座るのがテロリスト&ダンプカーカメリアさんの白面ですね。なるほど。さあ先方戦、大事な大事な先方戦、まず見ていきましょう。開幕まずはお互い空中ダッシュで攻めていく、立ち絵落としてしゃがみし楽インゲージを貯めていく。さあこの白面対アラクネという組み合わせはどうなんでしょう。そうですね、この楽イン状態で、まあ、虫がついてこんな強力なセットプレーをかけられるんですけど、はい、白面は一応ドライブ斬新で、虫をキャッチして、はい、まあごまかせる、はい、じゃあごまかせるですね、まあ、割としのぎやすい組み合わせではあるのかなという、はいはい、なので楽印をつけられてもそこまで、まあ、ある程度はごまかせるかもしれないんですけど、はい、やっぱ立ち回りが白面はあんまりね、はい、困りがいかないのでそこ難しいそうではありますね、はい、さあ画面を見てみると体力的には白面がリードしているが、ジャンプ B が通って連射で勝ち上げ、立ち A、立ち B で拾って椿で最後若干コンボは青ビートで青でしたが、さあ1ラウンド目取るのはカメリア白面、続く2ラウンド目また距離を置いてからの空中ダッシュで奇襲をかけていく。やはりこの白面のジャンプ C が荒くね結構辛そうに見えるんですか。そうですね、ジャンプ C を置きながら様子を見てって感じなんですけども、さあキツネさんが一気にいきましたね。さあここは構えて逆に楽印をつけてダメージを稼いでいるが、こちらは中段が通る、上り中段が通ってこれはダメージを稼いでダウンを取って、おすすめ、おぉさあリバーサル椿、リバーサルで椿を出して、まあ、ほとんど投げしか勝てないそうですね1点読みだったんでしょうか。でもここは空中投げ、たまらずバーストを使う、しゃがみシーが見えたんですが、ここは逆に荒くねのしゃがみシーを食らってしまう。投げ絡むってしゃがみビグレンからコンボが繋がらない、投げは抜けている、白面の体力かなり厳しいが、ジャンプ B が刺さって2ラウンド目荒くね取り返す。ジャンプ B は強いですね、強いですね、やはりただ強いですね、はい、さあ白面はこのジャンプ C が届く前を維持しつつ相手の攻めをさばいていきたいが、さあこのゼロベクトルがいやらしい、霧によって動きを制限されてしまうが、白面側これをどうしのいでいくか。この霧の近くにいるだけで楽インゲージがじわじわと溜まっていってしまうので、なるべくこの霧には痛くない。ステップから下段で崩して画面端前へ前 B、 立ち A、 立ち B 拾いからジャンプ C で締めて、アギトで締めて、オッケー、ここでオーバードライブ、立ち A 空振り、強制的に楽インリバーサルオーバードライブで楽インがスタートしたので、はい、かなりその攻め込んでても楽インゲージが溜まってると難しい読みになってしまうんですよね、うん、それが強みですよね、はい、さあこれ切り返してダメージを稼ぎつつ画面端をキープしている荒くね側、バーストを使って楽インさせない、ブーマジンを生成して一旦切り返す、エンマーが育ってタッチで締め、サガミ B カウンターヒット、変化タッチ A 前 B から、さあこれキツネさん側の OD がもう8人あるん で、はい、そうですね、おそらく倒しきる前に溜まっちゃう可能性が、おっとここは読んでいたか、マヘンシーが育って大ダメージ、つながらないか、いやー苦しいです。最後はラクインでフィニッシュ、勝ったのはキツネさんのアラクネ、おめでとうございます。さあ勝ち抜きなのでこのまま、そうですね、はい、大将が馬の骨さんバルクですかね、はい、さあ画面の方は、はい、あと筐体が切り替わっているかな、今筐体が切り替わっているっぽいが、体力が当たっているが、これはどの組み合わせなんだ、アンソンさんかな、アサハさんですかね、アサハさんです、アンソンさんって書いてあるアンソンさんリスペクトの動きだったんですねなるほどなるほどあれ引き続き一番筐体を見ていきたいんですが大丈夫ですか、大丈夫ですか、一番筐体の画面出していただいて、あ、はい、今出ましたね、あ、出ますね、はい、一番です、まあ、というわけで大将として出てくるこれは馬の骨さんのバルケンハインですね、
この組み合わせは基本的にはバルケンハイン側がかなり押せる組み合わせで機動力が高いので、ね、アラクネの弾というか D 攻撃を避けながら前に出ることは可能という感じですか。対空気味のタッシーがカウンターヒット、ダメージ伸びつつ楽園がギリギリでついていない。サウマの骨さんが攻め立てていく、ジャンプシーでダウンを奪って受け身はしっかり勝っている、許さない、投げは抜けて、まあ、これキツネさんのラクネのオーバードライブがまた溜まりそうだね。まだ溜まってかなり飛び散る。あーまずいですね。下段が刺さってここは楽についてコンボつないで、これは大きく目は見えない。1ラウンド目取るのはキツネさんのアラクネ。さあアラクネどこにいるんだ、見えないが。さあ続き2ラウンド目、まずは機動力を生かした攻めを使ってバルケンハインが攻めてくる。画面端追い込んで下段はしっかりガード、対空も読んで一旦後ろに下がり距離を置いて相手の様子見。やはりこのゼロベクトルを巻かれるとバルケンハイン側はなかなか動きづらいという感じですかね。そうですね、まあ、上空の霧は、うん、そこまで困らないかもしれないですよね。どうなんでしょうかね。あまり気にしないでもう行っちゃおうという、まあ、確かにもう無視して突っ込んでいって。そうですね、割と今回のゼロベクトルが触ってる時間で比例して溜まるようになっているので、はい、バルケンハイン速いキャラだと、はい、関係なく突っ込めたこともあるんですけど、さあこれは苦しいですね。空中投げバースト使うしかなかった。バーストを逆に使わせた感じになるが、突っ込んでいってここは一気に、おー硬い、さあ中段はしっかり立っている。バルケンハインの中段2連続をしっかり立ち、あのこれは相模 C が刺さって一気に持っていった大将のアラクネ。じゃあ次、4番筐体打ちしますかね。というわけで、第一筐体勝ったのは、テロシーじゃない、キツネ亭のお二人でした。おめでとうございます。まあ、続いて画面が切り替わって今映っているのは、いい画面がいいシーンが素晴らしい指導、何かが起きそうな気がする。5点飛ばしているのはこちらが大岡さんの白面ですね。何かを起こしに来たチームの大岡白面、1ラウンド取って1-1ですね。ですね。そして大岡さんの白面が、何かを起こしに来たチーム対バーサス、ファイナルファンタジーカットキズナ、キズナじゃないチームですね。 1P 側が大岡白面、 2P 側は戦うさんの白面。さあ中段はタッチガード、お互い牽制合戦から下段で崩して、まず触っているのは戦うさんの白面。戦うさんですが、アットポロピッと書いてあるように、プレイブルー界隈ではポロピッと白面と言われている白面使いの方ですね。さあまずは一旦距離を置いて、エンマは空振り、タラムシ投げは抜けて、白面対白面なかなか激しい試合になっている。前は空振ってしまう、ジャンプにしガードさせてグレンが刺さって、さあ再び牽制合戦、下段はガード、シャムシンガブリ中段で崩して上からかぶせに行く、バックダッシュジャンピン崩してエンマ、立ち火拾いグレーンは当たらない。これ大岡さんも何かいいの当たれば、そうですね、何かを起こしに、あ何か起こしたい、あすごい起こしてる、さあ起こしに来ている。しかしこの戦うさんの発明もなかなかレッツ乾いてるか、これはホタルがカウンターヒット、どこまでダメージ伸ばせるか、ここは状況有利か、椿で足りるんですか、ったのは戦うさんの白面。というわけで勝ったのは、ファイナルファンタジー絆さんの方でよかったのかな。今のが大将戦でよろしかったですか。まだ大将戦に行く感じですかね。この4番筐体を移していきますか。さあというわけでこれはおそらく大将、まあ、もいくつか出てきてはいますが、そうですね、これはおそらく大将でしょう。何かを起こしに来たチーム対ファイナルファンタジー絆チーム。さあラスクグランディアさんのテイガー VS 戦うさんの白面。これテイガーは今大会はい、ラスクさんだけなん
でしたよね。そうですね、そのようです。そうです、なるほど、はい。さあテイガー対白面、これはなかなかじりじり戦いになる。画面の方を4番筐体、はい、ね、お願いします。僕は結構白面を前使ってて、結構テイガーは嫌なんですよね、はい、そういうもんなの、はい、結構嫌です。磁力がついてからが白面、なかなか個人的には厳しい、難しいですよね、はい、まずは対空取ってテイガーがダメージ稼いで磁力をつけて立ち合い追ってジャンプ寄っていたすごいですね。まずアトミックフォルダーで相手の心を折りに行く、しゃがみで磁力をつけ直し、ああ立ち合いで暴れて前 B を通す。一旦磁力を切りたいので距離を置いて、さあラスクグランディアさん、この余裕のポーズ、立ちニュートラルです。さあ俺はいつでもいいぞと4番のこの攻め、これがですね、はい、テイガーが電力ゲージ、磁力ゲージ、うん、電力ゲージですか、はい、があるときは非常に発生の速い飛び道具が飛んでくるの で、ね、はい、こんな感じで様子見合いになる展開が多いですよね。さあここはスレッジハンマーカウンターヒット、バーグボルトを使ってコンボを伸ばしていく。アトミックコルダーからガジェットフィンガーを決め、というかこれは一気にダメージを取りにいった感じか。これ足りるんですかね。画面端を追い込んで、おお、なるほど、立ち。さあやはりここは上を入れっぱ選択、距離を置いてオーバードライブ、おこれはさあ無限カット、どうなるこの試合、アウト、グリーンが繋がらないが、この攻めが違って、おーってなっとく、動いたところに断絶、断絶、もう1回前に並んで投げ寄れる、もう1回前に投げを抜けている、一気に7800持っていった、これが白面の恐ろしいところ。さあ1回戦から激しいバトルが繰り広げられているが、お互いちょっと待ってくれと考えさせてほしい。まあこれゆっくりすると白面側がたまたまって、はい、ちょっと有利ですよね。しかしこれ体力的な体力テイガーが有利なので、うん、このまま終わればテイガー側は勝利となりますので、わざわざ動く必要ないが、すごい、最後は奇襲からの連火、これ1回戦ですか、これ1回戦です、なんだこれ。さあ今の奇襲からの連火、下段卓はなかなか見えづらいものがあります。中段で崩して流れを一気に持っていっているのは戦う白面、立ち絵で固めて刻んで刻んで下段、スレッジハンマーは空中に逃げて回避、距離を置いて、まずは白面の CK と届く間合いに行って、ここはスパックコートが溜まっているの警戒が、ここはテイガードライバーが立って、立ち絵カウンターヒット、立ち絵斜めと C からアドミックコルダー、立ち B で崩して、ここ攻めはここは雪風で切り返し、前へ前 B、空中コンボ持っていって、ここはダウンは取れないが、この後の攻め、オーバードライバーどうしかし、ここは強気のギガンティックテイガードライバー、これは足りるでしょう。2ラウンド目ラスクさん取り返す、最終ラウンド見ていきましょう。さあまずは下がって白面側は、バーストがオーバードライバーアイコンがないので若干不利にも見えますが、ここはしっかり見ていた、立ち B からレッドホタルまでつないで画面端ご招待、前にじりじり進めていく白面、白面が弾がないので1回ゲージを貯めたいところではありますか。磁力がついた、ここからの立ち回りに注目していきたいですね。白面は上から見た、おお、うまい、素晴らしい、アギトで相手の体育を潰し、さあ会場をヒートアップしてきている、しゃがみには空振り、上り中段で崩して、しかしやはりテイガー側体力まだまだ全然、そうですね、見た目よりはあるかもありますし、はい、ただこの電力だけで、あ、知力だけで電力がない状態というのは、うん、あんまりプレッシャーがなくて難しいですよね。おお、足りるって、しっかりゲージを使い切って大将戦制したのはカメリア君、おめでとうございます。あ、じゃあね、戦うさんの白面、おめでとうございます。いやー、これで A ブロック1試合終わりましたけど、
はい、すごかったですね、4番交代の、はい、面白かったですね。いやいやもう何でしょう、はい、A ブロックから僕はもう喉がちょっともう不安になってくる盛り上がりでしたけど、歓声もコメントも、そうですね、会場内だいぶ盛り上がってきてますね、大盛り上がりですよ。てかもう結構もう人が埋まりつつあるぐらいの会場なんですが、ギャラリー席もだいぶ人がいっぱいいらっしゃって、そうですね、結構その試合見に来た方もおりますし、多分あの応援に来てる方もね、そうですね、いらっしゃるのかなと、はい、結構こう声援もかなりいただいているので、この盛り上げていただきたいなと思います。そうですね、会場の盛り上げていきましょう。さあトーナメント表が今出ておりますね。こちらが B ブロックのトーナメント表になります、はい、そうですね、ただ今準備中なのでもうしばらくお待ちください、うん。さあ B ブロックどこが気になりますか。僕らの中ではですね、はい、やはり13、14放送会対クッパ大爆発チーム、はいはいはい、まあ、4戦当日予選抜けてきた、そうですね、 NO さん小池さん VS セクソさん、はい、ミーヤさんのこの組み合わせはやはりちょっとやっぱりこう見たいですね、はい、コメントでも実力者の揃ったこのチームがやはり見たいなと。13、14、こちらはきっと3番兄弟になるんですかね。そうですね、3番兄弟になると思いますが、はい、僕個人的にはですけど、はいはい、12番の11、12、ミオさんがあの、まあ、ゆうきさん司会を共に、はいはい、アーケードステーション街をやらせていただいた中なの で、ね、はいはい、実はその、そこで初めて知り合ったので、こうブレイブルーでどんな動きをするのかとか全く、はい、知らないんで、じゃあ三尾さん、単純に試合を見てみたいなと思いましたけれども、ね、まあここは13、14をじゃあさ、じゃあどうしようかな。じゃあ、A ブロックで勝ち上がったチームが、はい、あ、 A ブロックを抜けたチームですか。そうですね、が A ブロックどうなったのかっていうのが、キツネテチーム、そして柔らかエンジンチームと、うん、ここからじゃちょっと肉眼で確認できない、申し訳ないですけども、今あのスタッフの方がですね、そうですね、全力で今、はい、トーナメント表を書いてきてくれているようなので、もう少々お待ちください。もう少々お待ちしましょう。ありがとうございます。出ました、キツネテチーム、ジーニアスチーム、我ら上昇腐敗ケンちゃん軍団と、最後にファイナルファンタジーキツナチームですね、はい、です。あ、ファイナルファンタジーキツナチームと4チームが A ブロックを抜けたということですね、はい。三尾さんどうも先方っぽいので、最初先方の三尾さんの試合見てから切り替える形にしますか。あ、いや、その無理を言ったわけではない。いやいやいや、個人的な気になるポイントを言っただけなんで、正直もちろん全員見たい、まあ、それはね、見たい、でも1台しか全部見たいっす、うん、ABCD 全体見たいんですけどね。はい、で B ブロックの準備が整ったようですので、次に進みたいと思います。ここはやっぱり MC の市木さんを、はい、ちょっと立てて、みおさんのライチを、あ、なんかそういうつもりで言ってたなんかすいません。いや、僕もあのみおさんと実はあの、はい、以前対戦したことがあって、あ、そうなんですね、はい、その時スコスコに負けてるので、改めてもう、僕もみおさんにはやられてます。2番兄弟を見ていきつつという感じで、はい、よろしいですかね。じゃあ、B ブロック、はい、第2兄弟を、寿司食べたいチーム対流星のことは忘れないチームが第1兄弟、はい、テンプテーションチームとみおゆきチームの対戦が第2兄弟、はい、放送会チーム対クッパ大爆発チームが第3兄弟新宿スポーツランド本館チーム対ファジーで連絡しますチームが第4兄弟となっております。はい、ではおのおの方準備はよろしいでしょうか。はい、参りましょう。 B ブロック1回戦レディーアクション。よっ。さあ、じゃあ映す筐体は第2筐体を映していただけると助かります。第2筐体、第2筐体、テンテーションチーム対ミオユキチーム第2筐体、ワンピー側出てくるのがヒューマンエラーさんのカルル、はい、対するはミオユキチームのミオさんのライチですね。カルル、使用率が高めの噂のキャラです。はい、そうですね、カルル。さあ、しかしライチも、カルル9に次いで、かなり今回のトーナメント4人か5人、はい、今回の小池さんも含めるとかなり5人か6人ぐらいになっているかなと思うので、ライチもかなり多いんですよ。なのでこの 両テクニカル寄りのキャラがですね、うんうんうん、どのような攻めを展開していくのかというところではありますね。始まりますね。さあ、というわけで試合の方を見ていきましょう。まずは距離を置く両者、そしてやはりニルバーナを前に送り込んでくるカルル。さあ、このカルルの前にニルバーナを置くという立ち回りがやはりカルル戦でよく見る光景だが、
ライチ側もリーチが長いのでニルバーナを殴って体力を削りやすいといったところでしょうか。さあまずは棒を飛ばして位置を入れ替えつつ冷静に立ち回っていくミオカナメだが、ここはコーンフォークがヒット、空中に持っていかれてまずはダウンを奪われてしまう。画面端の置き攻めがセットでついてきて固められると厳しい。着地際の空中ダッシュ攻撃の中断と、着地下段の2択が、カルクロはかなり見切りづらいんで、はい、強いですね。なのでここは一旦距離をバースを使って一旦距離を置いてカルルの後ろに棒を置いて、これは後ろから攻撃を狙っているといった形でしょうか。棒を飛ばして後ろから棒がフォローする形、中段で崩して逆にライチのターンになるか。初純米シールダウンを奪い棒がヒット、お互い体力半分近くまで削れているがまだまだこの試合分かりません、どうなっていくんでしょう。姉に挟まれ、ニルバーナに挟まれると非常にややこしいことになるので、まずは なるべく挟まれないように立ち回っていきたい。あ、ありがとうございます、トーナメント票が届きました、ありがたい。おっと、しかし画面を見てみると続くターンを掴んでいるのはカルル、画面端の攻めが始まっている。ここをなんとかしのいでいきたいライチ側だが、しっかりガード固めてここはタイムアップ、ね、最後当たればめまくれる時間的に選択肢をしっかり量産取ってるのがさすがですね。しかしここは冷静に体力リードしたカルル側が1ラウンド目取っている。低空ダッシュは空対空で落とされてしまう。画面端に運ばれて固めがスタート、うまく逃げ出して5つをガードさせ逆に画面端を背負わせていきたいが、ここはニルバーナの体力が少なくなっているので無理はしない。ここでニルバーナが体力を失ってダウンしてしまう。これでしばらくニルバーナ使えないが一気に攻め立てていきたい。ここでニルバーナが復帰、低空ダッシュ通して、やはりこの低空ダッシュ棒なしジャンプし、なかなか発生が早いので一気に触りに組みは持ってこいの音といったところでしょうか。さあこれはカウンターサルトをしっかり避けて、やはりこのコーンフォークがなかなか強力ですね。さあこれは画面端固めがスタート、ニルバーナを回収して挟まれるの前にここでニルバーナがダウン、これ結構ミオさんうまくフォローしている、棒が当たってでかい展開ですね。そうですね、これは立ち位がヒットして珍労働までしっかりつないで2ラウンド目ミオさん取り返す。最終ラウンド、まずは棒を飛ばして棒がヒット、ガガシしゃがみがヒットしてコンボ持っていく、置き攻め空対空制したのはライチ、ハクレダンを奪って低空ダッシュジャンプし、これはかなり体力厳しい、チン、あ違う、お見事、はい、ボクシング走でフィニッシュ。さあやはりミオさんテクニカルさ動きをしてきますね。じゃあ続いての筐体どうしましょう、そのままミオさん見ましょうか。そのままミオさんいきますか、どこもちょっと切れ目が悪いといえば悪いのかな。まあそうですね、このまま小笠原さんのライ、ね、あラグナ対見ていきましょう。そうですね、はい大丈夫です、このまま3、2番筐体で 1P 側が BB プレイヤーさんのラグナ、対する 2P 側がミオさんのライチ。小畑さんもその独特の読みで技を当てるのは非常にうまいプレイヤーさんですからね、楽しみですね。そしてこの仙台代表と難波代表ということで、かなり北と西の対決になるのかなというところではありますが、さあまずは開幕ガンバレットハーデスでいいですね、攻め立てるラグナがオーバードライブ発動するんですが、ここはラグナが割り込む空中コンボからナイトメアエッジでダウンを奪って、さあ連チャンで防設置、しゃがみ B リーチが長い、いつガードさせてまずは距離を置いて
か。ガントレットマジックを読んでいたかのような空対空を置いてある。前足から浮かせて、しゃがみくらいだとでかいですね、スクールでも。かなり浮かせが入って、空中投げ、フラットタイプ、足払いから、さあ、これは相手の無敵技を読んでいるのか。バリアガードで様子見の場面がかなり多くなっているが、ディフェルトディバイダーを放していく。臨床流は何がすごいって無敵がないんですよ ね、 そうですね。発生が早い代わりに無敵はないんですが、あえてここを選択。ここが小型さんらしいといえばらしいのか。ここはつまみ返してダウンを奪って、ここは冷静に C インフェルトディバイダー。1ラウンド目取るのは小型さんのラグナー。まずは空対空、低空ダッシュから触ったライチ側、前 B、前 C から設置、空中投げが通って立ち B 拾い、ガントレットハーデスからナイトメアエッジまで、ガメ足、まずは棒を戻して、レンチャン設置、棒による相手の動きを抑制しつつ、立ち回っていくミオさんのライチ、しゃがみ B が刺さった、画面端でのワンコンボが始まっていくが、どこまでダメージを伸ばせるか。前 CC からつまみ返しまでダウンを奪って落ち攻め、ここは無理をせず落ち攻め選択。ディフェルのディバイダーで切り返し、投げは抜けてジャンプ D で設置して、また棒回収、これは斜め下し、空振ってしまうと隙が大きいか。おー、空振りが当たって、さあここもこれはでかいですね。これはなるほど、ワンコンボを繰り返しましたね。上に逃げるところ空中投げが抜けられて、大車輪による飛び道具によるフォローがしっかりさばききって、ここはシーインフェルノディバイダー、シーインフェルノディバイダー、 C だった ?D だった、ボート橋がヒット、あんま当たらなかったが、ラグラが畳みに行くよ、通りに対してツバメ返し、切り返し、怖いですね、怖いですね。さあ中段前 B は後ろに避けて、さあ予算は、おー、ジャンプ空対空、最後は空対空で持っていったな BB プレイヤーさんのラグナー。というわけでこれは大将戦ですね。プレイヤーさんを映したいんですが、カメラさんは抜けないのか。先ほどの、そうですね、あの三尾由紀さんの友由紀さんの、はい、荒くねが、そうですね、出てまいりました。帰れ、あ、台はこのまま、筐体は2番筐体のまま、同じ台で、はい、2番筐体で。やっぱりこの対象戦っていうところはやっぱみんな、そうですね、ここまで来たら、見たいですよね。ここまで来たら見たいなと思いますのでね。他の試合の模様もですね、実は我々のカメラには映っているので、そうですね、見えるんですけど、この切り替えの間にちょっとチラ見して見ていきたいところではありますが、あー結構3番筐体が盛り上がってますね。一瞬じゃあ3番筐体、まあ、すぐ始まらないようであれば一瞬切り替えていただいても大丈夫です。ちょうど戸倉さんが撮ったところでしょうか。あ、いや、もう始まりそうなので、あ、気がってる。というわけで3番筐体は小池さんがやられたので、おそらく大将戦にもつれ込んでいます。あれは小池さんがやられたので、大将として NO さんと、はい、ゼクソさんのアズライルがやるという試合になるかなと思いますが、あ、どちらもじゃあ大将戦ということですね、はい、ここも結構大将戦までもつれ込んでいるという感じでしょうかね。各台もおそらくそんな感じですかね。まだ試合続いてますからね、はい、かなり試合が長引いているようなので、はい、かなり長くじりじりとした試合を続けているようなのですが、ここは流れのまま第2筐体を、ね、2番で行きましょうか、はい、さあというわけで 1P 側が小型さんのラグナー、 2P 側が友幸さんのアラクネ。この組み合わせはもうこのゲーム始まった頃からラグナーが大変だという。わー、割り切ってますね。あ、上からジャンプ B で荒船にかぶされてしまうと、ラグナは前 A タイプでも落ちない時は結構あるんですけども、そこをガントレットです、早めの置いちゃっても当たってくんないかなみたいな感じですね、はい、割り切ってますね。ガントレットハーですが、バスト使うんですね。ここでバスト使う、熱いですね。さあしかしこれは、これは勝利を受けたですか。の動きはどかなり奇抜な動きには見えるんですが、全て理にかなっているという噂が
あったりなかったり。さあまずはテイクダッシュで触りに行って、最近リード取られているが、いさあガンガン攻めていく。中段はタッチガード、デッドスパイクガードで固めて固めて、あー霧は特に気にしない。やはりガントレットハーデス、ガントレットハーデス、ブラッドサイズ。さあ今のやっぱこれはダクインがついて置き攻め拒否できない。ここは一気にトムユキさんが持っていく。さあ第2ラウンド、まずは前にガンダッシュしてからのシングルのディバイダーを下の方で見えているのが小笠さんのラグナ。空中体が近づいてジャンプ B からうまく拾っている。ここはバーストを早めに使って空中に逃げる荒木の捕まえたいラグナ側。タッチ B が長い、リーチが長いので届いて、タッチ B 広いからセットスパイク、空中コンボナイトメアジダウンを奪って置き攻め、しゃがみ A がカウンターヒット、インフェルノディバイダーから空中コンボナイトメアジダウンを奪って置き攻め、固めて固めて中段ガントレットハーデス、一気に攻め立てるラグナ、カーネージシザーでフィニッシュ。これで1-1と画面が、放送の画面がちょっと止まってしまってはいますが、まあ、1-1、あ、映像が戻ったっぽい。あ、戻りましたね。映像が戻ったんですが、戻った時にはラグナが画面を触れ、かなり厳しい状況。しゃがみし、これはオーバーダイブ使って前進インバース、素晴らしい試合展開、一気に持っていったな。友幸さんならくない勝ったな、みよゆきさん、おお、すごいですね、状態ですね、映っております。はい、こちらがですね、はい、チー筐体なので、これたまにはチーム対レミニセンス、 1P 側がすみません、レミニセンスチームですね。そうですね、 1P 側がレミニセンスチームで、 2P 側がたまにはチーム、 たまにはチーム、だってまあ画面逆にはあったかな。かけうさんもナオトも今大会唯一のナオトですので、はい、そうですね、ナオトなんですが、プレートはセリカ。どうですか、かけうさんは逆に持ってるということで、まあ、面白そうです。かけうさんが前に詰めていく、そうですね、ナインは距離が離れるとネイビープレッシャーという強力な人とだ、中段の人とだが飛んでくるので前に詰めていきたいんですが、ここはさばいているナイン側がワンタッチ、空中コンボからダウン奪ってクンサイトをまずは手にして、さああのクンサイトの飛び道具、あの魔法が中段判定で非常に恐ろしい技となっておりますが、しっかりここはかけさんタッチガードで切り返してますね、うん、クンサイトが、はい、ナインのなんて言うでしょうね、ま、通常技を当てると、はい、まあ、ナインのゲームの上にアイコンがついていて、 そうですね、それが魔法に対応してて魔法がいろいろ使えるんですけど、クンサイトは赤青で使います。ナインの横についてる線が赤青青の時に使えるんで、うん、その時に注目してほしいですね、はい、あー、ここはやはりクンサイトはほぼ通っていない。ここはカキュンさんかなり立ち回りで見せていっているが、最後はリーチの長いジャンプ A がヒットして1ラウンド目取るのはナイン。まあ、続く2ラウンド目、最終触っているのはカキュンさんのナオトがインフェルノクルセイダーでダウンをバディ、中段で崩してフラッシュガイドダッシュからコンボつないでバディ、エンハンスバンの人と決めてダウンを奪い、ダメージ大幅リード、これオーバードライブ、エクシーダックルがヒットしてまずは切り返しつつ、アクティブフロー状態になったないんだがコンボがつながらない。ナインはやはりこの、ま、通常技によるリーチが長いので非常に対空しづらいところはあるが、中段が通る、2ラウンド目かけさん取り返す。ナオトの中段もかなりリーチが長くて、はい、そうですね、移動しながら殴るので、ね、強い技だと思いますね、はい、さあここはジャンプ D を絡めてダメージを稼いでいく。下級さんここは強気の投げ、スラッシュガイド、しゃがみ C、タッチ D、しゃがみ D、前 D、ダッシュしてエンハンス版のインフェルノクルセイダー、ダウン奪って置き攻めはしっかり受け身を買っている、ダウンを奪って置き攻めはタチ A、タチ A 固めて投げ、プレッシャーありますね、さあやはり老害お強い、
最終ラウンドは結果的なパーフェクトの流れで持っていったカキュンさんが先鋒戦勝している。さあやはり動けるナオトは非常にかっこいいぞ。画面の方は続いて同じ状態で大丈夫ですか、うん、そうですね、このままいきましょう。さあそしてレミニセンスチーム出てくるのはレミニセンスチームのシーノさんのノエルですね。ノエルも今回は、そうですね、唯一のキャラ、そうですね、唯一の使い手ということでシーノさんのノエルでございます。そうなんですね。あノエル対ナオト、ノエルヴェルミリオン、カキュンさんのナオトが鬼神の力を見せつけるのか。さあ先鋒対象戦見ていきましょう。1ラウンド目まずは後ろに下がってお互い様子見からスタートしていく。オプティックバレルによる牽制、ナオトはジャンプ D をばらまいていく。おお。さあまずはコマンド投げが通って、確定感に当たるコマンド投げですね。で逆に画面を見てる人は当たると思う。そうですね、逆に当たってしまう。これ通るんでしょうと言わんばかりの、ここはジャンプ D に対して対空の前がヒット。チェーンリボルバーつないで運ぶ画面端までを運んで置き攻め、空中から固めていく。チェーンリボルバーの中段は見えているが、ここはラピッドキャンセルからの下段で崩す。コンボが伸びていくが段を奪って置き攻め、ここはインフェルノクルセイダーで拒否して立ち絵空中ヒットだったので前が崩して前に出てくるノエル。リーチの長いジャンプ C がヒットしてジャンプ D を絡めてからのインフェルノクルセイダー、ダウンを奪って固めてダッシュキャンセルから中段は立ちガード、立ちにしゃぶり、逆にノエルがチャンスをつかむ。中段は立ちガード、やはりかけさん硬いですね。硬いですね。かなりこの日のために仕上げてきているのか。たまにはプレイヤーとして見せていきたいのでしょうか。ダメ端に運ばれてしまってインフェルノクルセイダー読んでいたか、後ろにでもう1回インフェルノクルセイダー。さあダッシュから中段崩してバースト使わせてディバインリーパーは空振ってしまう。たまらずバースト、そしてヒット、前に詰めて固めていく、上から固めていく。逆にノエルにターンを取られる、バックって読んでいたような感じでしたがここは当たってしまう。チェーンリボルバーでダウンを奪われて画面端後ろ D が壁ヒット。イベントクルセイダーから押し攻め1回様子見、イベントクルセイダーが絡めてしまうが立ち火届かない、中心にしよう、裏回ってからのファントムペイン、ダメージをかなり稼いだ上でほぼ五分。しかしバーストがある分カキュンさんが若干有利か。そしてからチェーンリボルバーに対してこれはでも一旦上に逃げて立ち火がジャンプ火がヒット。どうなるこの試合、前シーンか当たってからのチェンジボルバーさあ、タキュンさんは空中昇竜入れたんですか ね, だね、出る前に6シーンが当たった感じでしょうか。最後は前シーンからのチェンジボルバーがシーノさんのノエル、 2P 側がシャドウさんのナインザファントムと。さあ現在ステージをデュエルフィールド固定ということでデュエルフィールドを選択していただいて、さあ大将戦にも連れ込んだこの試合一体どうなっていくんでしょうか。まずは開幕斜め等しい足払いで触りにくないんですが、ここはノエルが空中に逃げて難を逃れたといった形。さあこのリーチの長い魔法による攻撃、ノエルはどうやって近づいていくかというところでございますが、さあこのネイビープレッシャー、遠距離からの攻撃が飛んでくるのでこの攻撃も警戒しつつ立ち回っていくのが肝要ですが、カウンターサルトで切り返し、さあこれは一旦距離を置いて、やはりこのナインというキャラクターはやっぱりノエルにこのチェーンリボルバーの攻めはやはりかなり切り返しが難しいといったところなんですね。そうですね、はい、なのでここは触られるとナイン側もやはり
苦しいところはある。まあ一応そのチェーンリボルバーの崩しというのは、中段下段の振り分けできるんですけども、はい、中段の方がちょっと早いので、はい、レバーを後ろ下、はい、でまあ一応ガードできるんですけども、うん、そこを新王くんの方がゲージを使ったり、はい、あとはあの立ち状態に当たるだけですね。で、タイミングをずらして崩していくというか、相手の的を絞らせない崩しを展開していくという。さあ、レイクダッシュ、ジャンプした C によるコンボないで、下段中段はここに合わせてカウンターアサルトで切り返して、台風がヒット、ジャンプ D で落としてからチェンジボルバー、ここはバースを使う。残り時間が残りますからが、まあ、難しいですよ、これですね。これはこのラピッドキャンセル下段が非常に強いと。そうですね、やはり下段からの下段っていうのがあまりないので、あまり意識の外になってしまうということですね。そうですね、あそこは上下でガードしたいところなんですよね、はい、触られた側は。このラピッドキャンセル 2B による崩しを通して1ラウンド目取ったのはシードさんのノエル。はい、これは触ったノエル、ダッシュを速いダッシュを生かして一気に触りに来る。クラッシュトリガーはしっかりバリアガードで防いで、この攻めが非常に苦しいか。下段が通って画面端のコンボが続いていく。さあ、ステップで なんとか画面端から脱出したんですが、体力は3割程度持っていかれている状態。再び立ち回りに戻す。まずアメジスト飛ばして弾が消えてしまう。魔法を貯めたいんだが、ノエル側に近寄る出しが早いので、なるべく近寄らない、近寄らせないような立ち回りが求められるが、クンサイトが空振ってしまう。オプティックバレル飛ばしつつ、クルゾンレイダーダウン。おお、漏れましたね。漏れましたが、しっかり立ち回るというか。さあ、ここはクンサイトでコンボを伸ばしに行く。クリムゾンレイダーから拾い直し、凍らせてからのコンボが繋がらないが、ここは画面端を維持している結果となるが、バーストを使って台風の前がヒット。前シー、チェンリボルバー中の前シーからチェンリボルバー繋がってダウンを奪って大きい攻め、前ジャンプで抜け出した。ここはタイムアップで2ラウンド目勝利したのはシーノさんのノエル。というわけで勝ったのはレミニセンスチームです。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、というわけで旭日藤井本家 VS 外獣チームですね。 1P 側出てくるのが、これは 1P と TP どっちが金地さんですかね。金地さん、はいはい、カルル対天地さん、いざよい対、はい、ポチさん、ライチ、ポチライチ、はい、リョータさん、響きと、はい。というわけでこの金地さんは僕の印象だとやはりタオカが使い、そうですね、そうですね、言われてるけども、はい、なんですが今回はカルルにキャラクターを変えてのエントリーということで、さあやはりカルルにキャラを変えてどのような結果を見せてくれるのかといったところですか。まずは中央にニルバーナ対する、おーよく見たですね、体力から。さあ、体力リードしているのはカルルは、ツバメ会社は読んでいた、裏回ってからの、これはニルバーナが後ろからフォローしてくれる。カンタータからニルバーナ、突っ込みすりましたが、ここは変わらないか。しかしこれは体力に余裕があったので1ラウンド目取るのは金次さんのカルル。2ラウンド目、まずはニルバーナの体力を削っていきたいライチだが、やはり起動状態じゃないと殴れないので、そこは金次さんもしっかり殴られないような立ち回りをしていく。そしてだんだんとニルバーナの体力が回復して、裏回ってこれは挟まれて画面端に放っていく。アレグレットでダウンを奪い、固めて固めて姉に押してもらいつつ固めて、ここはライチが暴れを通し難を逃れるが、棒を飛ばして高めは空中に逃げて回避する。
さにルバナ前に飛ばしますが、ここはカルルが前線になって裏回って崩し、空中コンボに持っていってからの落ち目、バズ使わせて、ここはラピッドキャンセルのフォローによりニルバーナの体力を温存しながら固めを継続。大地側はバリアゲージを使い切ってしまった。さあこのデンジャー状態の中、大地側どう集まるかといったところで待遇がヒットして勝ったのは金次さんのカルル。金さんどっしりしてますね。強いですね。こうカルル戦は、はい、カルル君側が非常に、はい、相手に触りやすい技が、まあ、3つありまして、はい、ボランテ、姉さんが球を投げる、うん、飛び道具、それから方向、姉さんがこうぐるぐるっと殴りに行くやつ、それから 4D ですね、引き寄せる技、はい、なんで、対戦相手がそれをどうやっていなすか、でいなしながらできれば姉さんを殴ってその姉さんゲージを減らして立ち回りたいという感じなんで、はい、その辺見ていただけると面白いかなと思いますね。さあそして、出てくるのがさあでは台の方画面どうかな、そのままで大丈夫ですが、はい、台は同じで大丈夫です。では画面出していただきましょうかね。はい、はい、出ましたね。はい、そして出てくるのは大将亮太さんの響き、響き来ました、来ましたね。そうですね、まあ、あまりそのどの人だけを応援するみたいなことはあれなんですけども、ちょっと自分の演じたキャラが出てきたらいいところは見たいと、はい、どうしても思ってしまいますけどね、はいはい、まあ、そんなことは気にせず、あのお二方には全力で戦って全力でぶつかり合っていただきたいと思いますが、はい、分かりました。さあゆっくり時間を使ってキャラクターにじっくりいってますねさあ先方出てきた金次カルル対する大将亮太さんの響き見ていきましょう。まずは後ろに下がる響き、ニルバーナが前にいるので無理はしない。相手の出方を伺いながらさあ取っていきたいが、オーバードライブ発動して、まずはイプシルアクセルで五分なのでこれは特に反撃を受けない。強くいきますね。上に逃げて、まずは BB 刻んで投げを狙うが、これは当たらない。 8D は消されてしまう。アレグレットでゴリゴリ攻めてくる。空中コンボから画面端でダウン奪われて、響きの速いダッシュで攻め立てに行きたいが、ニルバーナがそれを邪魔をする。さあここでニルバーナをしゃがみ G によってダウンさせ、ジャンプスリー。さあこれは前 B に対して、おお、ボールペンで切り返した。エキシダクセルを対空技で、無敵対空技で切り返し、ランナーを逃れたんですが、ここはカルルに触られた響き側、どうするこの攻め、おすすめ、固めが苦しい。さあ、しかし、しっかりガード、固め、総力戦で切り返して、ラチビー空中位置を確認して、空中コンボ持っていく。ニルバーナを殴りつつ攻めていく響きは、これは上に逃げるのを読まれていたが、空中投げが通って、おおすごい。ここでもう一つ再びニルバーナがダウンして、バースト読んでいた。1ラウンド目取るのは亮太さんの響き。落ち着いてますね。そうですね、落ち着いた。ちょっとさばきをミスってやっぱ、はい、セイさんだったりカルル君だったりに触られてしまう時があるんですけども、うん、そういうところでしっかりガードしてらっしゃるのがやっぱ、ね、すごいですね。うまく相手の攻めをさばいている感じ、ね、そうですね。あ、ここは固めが厳しいが中段崩れたが、バリアガードを使ってしのいで、ここでニルバーナがダウンする。ニルバーナがいないのでコンボは伸びないが、中段はタッチガード、上段はガードして固めが続く。空中に逃げる相手を投げを狙うが、ここはカルピ裏回りはしっかりガードして、逆に裏回りの策を選択して、
1ラウンド目取り返す。キンジカルル、最終ラウンド、まずはニルバーナを派遣してスマイシーで一気にニルバーナの体力を奪いに行った涼太さんだったんですが、月に対して暴力を食らってしまう。銃弾で崩して暴力で読まれていた。立ち位からの痛いコンボをもらってしまうが、前から空中コンボダウンを奪って、投げは抜ける。スマイシーで一気に距離を詰め、スマイシーをガードさせて、ニルバーナによるフォロー、ボランテガード総力戦、後ろ蹴りを読んでガンダッシュからの投げ、ガンダンに ジャンプからミサゴック抱き、ダウンを奪って置き攻め、上からかぶせに行く、低空ダッシュ、ジャンプ B が刺さる、バースト使って後ろでニルバーナが暴れてた。ニルバーナによるこの、これ怖いですね。何か当たったらボタン4個押してっていう感じですけど、あー、今のはフォローがうまかった。勝ったのは金次さんのカルルです。おめでとうございます。さあ、というわけで、金次さんの、旭日藤井本家の勝利ということで、そうですね、はい、さあ残りまだ試合が続いている、さあどっち、あ、でも、あ、いや決まりました。ガムテープちょうど貼られたとこですか。3番筐体は決まりですかね。今のが3番筐体、じゃあ2番行きましょうか。はい、2番でお願いします。というわけでこちらも、本日のトーナメント、はい、唯一かなのバレット使いですね。のバレット使い、はい、バレット使いののちゃんさんのバレットですね。島根から来ましたチームですね。島根から来ましたチーム対ガムテープフレンズですね。ガムテープフレンズですね。あのガムテープフレンズ、さあガムテープフレンズ、1P 側座っているのが流星さんのカルル、 2P 側が島根から来ましたチームのちゅんさんのバレット。バレットによる固めが続いて、カルル側がデンジャー状態に突入する。カウンターアサルトは絡めてしまったが、バレットは攻め立ててくる。前にで飛ばしてからのコンフォークを重ね、下段はしゃがみガードでしっかり効かせた。おお、すごい。ここは低空ジャンプが当たったんですが、コンボがうまくつながらない。こう後ろから姉さんがコンフォークで突っ込んでくる。挟まれて裏回られて、さあ1ラウンド目通るのは流星さんのカルル。これ以上レベル2ラウンド目、まずはドライブを使って距離を詰めていく。しかしここはさばかれてしまった。ダッシュで上から詰めていくが、ここはアレグレットで突っ込んできたカルル、上から攻めてくるのバレていたが、空中投げをもらい固めが継続していく。ここでニルバーナがダウンするが、カルル本体でもかなり対空やリーチの長い技が揃っているので、さばいてここでニルバーナが蘇って、最後はカルルが一気に持っていった。勝ったのは流星さんのカルル、おめでとうございます。というわけでこれは決まりましたかね。これでブレンズの勝利。はい、全試合が終わったということで。いうことですね。トーナメント表出ますかね。これでデーブロック勝ち上がったのが、旭日藤井本家、僕らジキャラを愛してるチーム蒲田フレンズ、あ、画面出ましたね、はい、出ております。と、はい、ガムテープフレンズ4チームが D ブロック1回戦抜けました。はい、これで1回戦全部終わりました、16試合ですかね、はい、終わりましたね。半分に、これで半分に絞られたなってしまいましたが、どうですか、はい、ここまで。そうですね、はい、やっぱり皆さんレベルが高いところがいろいろ見れているかと思うんですが、まず全国の予選を抜けてきた方々の大会なわけですからね、はい、この後は、キツネテイさん対ジーニアスさん等々ですね。投資のトーナメント表って今見れるんですかね。ですよね、全体のトーナメント表とかって見れたりするのかな、るかな、もしくは、まあ、また A ブロックから順番に出せるなら。あ、そうですね、 A ブロックから順番で出せ、ちょ順番には出せますかね。今はじゃあ A ブロックから順番に出してもらえると、はい、改めてじゃあ A ブロックから、はい、A ブロックから見ていきましょう。キツネテイ、キツネテイ、ジーニアス、
我ら上昇腐敗ケンちゃん軍団ファイナルファンタジー絆。どうでしょうロジャーさんとしましては。そうですね、こうしてみるとやっぱ最初の 1-2 の試合が結構激しかったんだなというのは、はい、思いますけども。そしてやはり9が上がってきている傾向があるかなと思いながら、そうですね、9、はい、やはり強いですね。はい、では B ブロックを見てみましょう。はい、こちらが B ブロックです、ね。はい、寿司食べたいチーム、みおゆきチーム、クッパ大爆発、新宿スポーツランド本館チームですね。サラムダイレブンカルル、サラムダも今回1キャラクターなので、そうですね、はい、勝ち上がっております。アラクネライチ、アズラエルジン、そしてマコトナインというチームが上がってきております。では続きまして、はい、C ブロックです。お願いします。サウスタウン、ドグラさんのアズラエル、南さんのイザナミ、レミニセンスのシーノさんのノエル、タケノコさんのナイン、うん、ビッグザブドウチームのイワシさんのラグナ、フェンリッチさんのジーン、神がいる国アテナ日本橋、ジェイアンソンさんのハザマとアズオさんのミュートゥエルブ。結構その1キャラしかいないチームもなかなか上がってきてると思うので、そうですね、はい、かなり残ってますね。ミュートゥエルブ、はい、かなり1キャラだけですね。トゥエルブ、はいはい。さあそしてじゃあ最後ですね、 D ブロックです。先ほど終わった D ブロックのトーナメント表こちらです。はい、旭日藤井本家、はい、天地イザヨイ、天地さんのイザヨイ、金地さんのカルル、ガムテープフレンズの、ゴロさんのマコト、流星さんのカルル、そして僕らはジキャラを愛しているイサさんのカルルと哲夫さんのレイチェル、蒲田フレンズ、栃木さんのアズラエルと船長さんのナインというチームになっております。はい、以上がベスト16と、はい、ということでございます。はい、出揃いました。はい、2回戦からは、はい、A ブロックから D ブロックまで各ブロックごとに、うん、2試合ずつ同時に行っていきたいと思います。はい、では2回戦の方は、まあ、もう少々準備の方があるので、はい、準備の方は大丈夫そうかな。はい、あ、少々お待ちください。あ、まだ、あ、もうちょっと待ちください。もう少々かかるそうなのでしばらくお待ちいただいて。じゃあちょっと今のうちに、チーム3対ジーニアスチームですね。はい、あと我ら上昇腐敗ケンちゃん軍団チーム対ファイナルファンタジー絆チーム。はい、こちらが A ブロック、 A ブロック2回戦の組み合わせですかね。はい、そうですね。さあ16チームということで次は8チームにまで絞るわけですけれども、ベスト8ですね、これに勝てば。この2回戦の A ブロックはどこを注目していく感じですかね。はい、そうですね、じゃあちょっと伺ってみようかなと。お二方はい、はい、A ブロックの方はじゃあ、まあ、2台進行するわけですけども、はい、どちらの方を画面映していきましょう。どっちも見たいですが、それはそう、まあ、またコメントで、まあ、意見を聞きつつ決めていただいても、もちろん。ここはじゃあ第一筐体の方にできますか。狭間がまだ出てないと思うので。なるほど、はい、まだ画面にはまだ狭間が映っていないので、狭間、はい、が映っていないので、はい、狭間を見たいなと思いますが、じゃあ準備も整ったということで、はい、一番筐体の方でお願いします。一番筐体の方を映して、はい、1番、2番ですね。2番手前なので、はい、ごめんなさい、一番筐体も使わないんだな、はいはい、2番筐体の方、試合移していきましょう。では選手の皆様準備はよろしいでしょうかね。はいはい、では始めていきましょう。タイトルプレゼンツブレイバーズリベル2016ブレイブルーセントラルフィクション最強タッグ決定戦決勝大会 A ブロック2回戦です。レディーアクションよっ。さあ先方として出てくるのはこちらは 1P 側がキツネテチーム両さんのライチ、 2P 側が出てくるのは浅葉さんの狭間が先方として出てまいりました。ちょっと画面に出ているチーム名が、あ、なんか逆でしたね、申し訳ない。キツネテチーム対ジーニアスチーム、はい、キツネテチーム対ジーニアスさんをお願いします。ですよね。そうです、はい、はい、すいません、あ、今治りましたね。はい、失礼しました。画面の方も
この組み合わせは結構、はい、始まります。難しいですけど、はい、まあ、狭間側がこのウロボロスですね、はい、そうですね、を使って、ライチの棒に引っかからないように動いて、はい、いく組み合わせですね。なんでどっちが先にターン取るのが非常に重要ですね、はい、取られちゃった方が結構きついと、はい、いう感じになってます。さあこのウロボロスを使って、そうですね、なるべく相手の的を絞らせない動きをしつつ、気を伺って一気に刺しに行きたい狭間側。ウロボロス飛ばして、ウロボロスの隙に対して低空ダッシュで通して、先に触ってるのはライチ、補正技の中段が通って、ここは棒が当たってしまいました。ミスですね。さあさあさん、とりあえずバースト使わせたいですね。あ、ずるいですね、ずるいです。ああ、やらしい崩し、やらしい崩しの上に若干青いという、このまあまあまあ1ラウンド目取るのは量産のライチですね。浅葉さんのことを信じた崩しでしたね、あの立ち絵空振りのライチその投げ仕込みしてると、はい、投げ抜け仕込みですね、はい、地上投げを食らってしまうの で、ね、それを食らって浅葉さんが飛んだところに、はい、森尾さんはお前飛ぶんやろと、はい、あのね、レデュースを使っていた時も確かあれをやっていた気がやってましたね、はい、レデュースの方が強いですね、はい、あの時は量産がよくやるムーブだったような感じがしますが、まずはこれはクラッシュトリガーを使ってコンボを伸ばしていく。前足棒を飛ばして、前後ろ B が絡めてしまう。前 B が的が漏れていたか、空中に逃げたところに棒が引っかかって下段崩して、まあ、さあこれはここが繋がらない。ラジビー投げに対して暴れを通したライチ、前足棒が当たってツバメ返しダウンを奪って、もう一度棒による置き攻め、投げて大バナルが発動、最後は初でフィニッシュ。さあやはり強いキツネで両さんのライチ、狭間側がジャイ好天神に無敵がなくなってしまったので、はいはい、攻め込まれると非常に厳しいキャラになってしまいましたね、うん、はい。さあ対する大将ふみさんのナインが出てきますね。さあふみさんも今回ナインが追加されたということで、キャラクターを、あ、そうですね、ライチからライチからナインに変えての今回は参戦ということで、果たしてどのようなナインが見れるんでしょうかといったところですが、画面は、引き続きあちらの台でお願いします。ワンピー側が量産のライチ、ツーピー側がふみさんのナインとなっております。まずはじっくりと相手キャラクター、チームメイトと相手キャラクターや自分の動きを再確認しつつ、さあ始まるようです。ライチ対ナイン見ていきましょう。さあライチが前に詰めていく、ここにオーバードライブからエキシダクセル。さあ開幕から激しい殴り合いを展開していくが、クリムゾンベイダーダウンを奪って、ここにオーバードライブ発動、エキシダクセル空振ってしまう。投げを通して空中コンボに持っていく、置き攻め、ツバメ返しは読んでいた。さあやはりここは相手の棒があることを見て、これは厳しいですね、かなり厳しい。クリムゾンベイダーラビットキャンセルから投げ、さあ反撃の隙を与えず一気に持っていったふみさんのナイン。さあ2ラウンド目、うまい、お、うまい、裏回りを立ち A でしっかり対空で落として、前 C から棒による追撃が入り、とどめ返しでダウンを奪って下段で崩した。立ち B 前 D、前 C から棒を飛ばし、後ろ B つばめ返し、ダウンを奪って置き攻め、立ち B がノーマルヒット。ここで棒を落としてしまうが、まずは棒回収、チュンがカウンターヒットしてダメージ的にはいいダメージ。クリゾンレーダー一気に接近、裏回りを上に飛んで相手の出方を伺いつつ、空中でのステップによって相手の動きをかけている、投げて、また分からないですねこれ、でここから一気になるぞ、ここがクンサイト、これがクンサイト中段判定。
まあ、軍隊と思ってる状況ですね。これはかなり軍隊と軍隊と、しかしダッシュガードです。実装状態前つなぐが、ここは足りず。この前非常に面倒くさい前なんですが、ライシがどうやってさばいていくのか。棒を回収したいが、まずは棒回しでネイビープレッシャーをガード。ネイビープレッシャーがギリギリで当たらない。再びネイビープレッシャー立ちガード、棒を飛ばして、さあやはりこの空中のダッシュ挙動がなかなかさばくのが難しいところ。ふみさん大将ここで踏みとどまる。やはりあのクンツァイトっていう魔法がやはりそうですね、まあ、隕石がドーンってやつですよね、うん、もうあのナインを象徴するというか、そうですね、はい、でやっぱり非常に強い技で、まあ、ガードさせても、ね、攻めを続けられて、なおかつ発生の早い中段で当たったらコンボいけると。で、まあ、先ほども説明した通り、はい、クンツァイトは青、はい、赤なので、うん、まあ、できれば青と赤の魔法が溜まる技を振りたいんですけども、ふみさんはしっかりその風ですね、緑の魔法を使って立ち回って、キャラ対しっかりしてるなという感じでしたね、はい、さあこれはさあここでけ、4番兄弟の方はもう勝者が決まったようです、ね、結果出ましたか、はい、見てますよファイナルファンタジー絆チームが勝ったということで、はい、4番兄弟ではファイナルファンタジー絆チームが抜けたと。なるほど、うん、あ2番筐体の方ステージセレクトをミスってしまったようですが、まあ、もしあのお互いが構わないのであればそのまま続けていただいて結構ですが、オッケー、基本的にはデュエルステージ固定でお願いします。そうですね、はい、そのままでお互い大丈夫ということで、はい、はい、ではこのまま、2番筐体の対象戦ですかね。そうですね、はい、そうです、対象戦となっております。見ていきましょう。 1P 側出てくるキツネアラクネ、 2P 側がフミさんのナイン。まずは空中にふわふわ漂うアラクネを捕まえに行きたいナイン。空中投げは抜けて、お互い空中ふわふわした挙動をしているが、捕まえたのはアラクネ。あ、1回で着きましたね。アクインがついてコンボ精度非常に高い。マイシー3段からまだまだ続く。ダウンを奪って置き攻め、非常に見えづらい置き攻め。画面には映っていなかったかと思いますが、赤いビックリマークが出たということは今の中段策だったということですね。ここは下段からの中段、しっかりガード切り替えてしのいでいるアラクネ。ジャンプ B による牽制ガードしつつ、ネイビープレッシャーを常に中段を警戒していく。ナイン戦をかなりやり込んでいる感じがするが、しゃがみ C はすごいですね。ラクインをつけて、これは一気に持っていきそうですね。ベリーナイスですね、これベリーナイスですね相当ベリーナイスはコンボが完全にベリーナイスですねかなりコンボが仕上がってきている。さすが株式会社、ここは上にふわふわして捕まえたいナインだが、ここは対空のタクシーが空振ったところに、まずは触るナイン側、空対空相手を落として、さあラクネはやはりこの画面外から一気に逃げることができる。うまく拾って凍らせつつのクンサイトを装備してからの起点目、上からかぶせるが、ここは投げてラクインのおまけつき、ダウンを奪って追いつけ、熱放しをしてしまうと熱放しが刈られてしまってバーストを使う。飛び込みのジャンプ C が刺さって、クンサイと立ち後ろへ拾いからウバロワ1とガード固めさせて、下段はしゃがみガード、ネイビープレッシャーでダウンを奪って対空立ち C が通った。位置を入れ替えつつのラクインがつきます。コンボ精度が高いですね。コンボ精度が非常に高い。このあーっと相手の切り返しもしっかり読んでバックダッシュ、オーバードライブ中なので熾烈な攻めが続いている。ラインがでもしのぎ切るか、これはデンジャーが中段立ちガード下段で崩して、前リーからの前リーからのジャンプシー、非常に硬かったんですが、最後攻め切ったのはキツネさんのアラクネ、おめでとうございます。
さあということで、はい、A ブロック2回戦が終わりましたね。キツネ亭チーム、はい、ファイナルファンタジー絆チームが上がりましたね。以上がベスト8に進んだということです。はい、チームおめでとうございます。はい、こちらですね、画面出ました。あ、出ましたね。なるほど、ライチアラクネと次白面ナインがぶつかるということで、なるほど、白面ナイン、ライチアラクネというわけで、この2チームには、引き続き頑張っていただきたいなと思います、はい、では続きまして B ブロックの方の準備を今しておりますの で、はい、もう少々お待ちください。はい、さあ B ブロック、はい、こちらですね、はい、出ております。寿司食べたいチーム対みおゆきチーム、はい、宝蔵会チーム対新宿、あ、違いますね、クッパ、ごめんなさい、クッパ大爆発チーム対新宿スポーツランド本館チームですね。はい、さあこれはどこを移しましょう。2番筐体、4番筐体。そうですね、ですね、アラクネライチチームは先ほどのキツネ亭さんのチームと同じになるので、そうですね、キャラ構成がアズライル山誠がまだ出てないので、でね、ここは、右側14、15番の、はいはい、クッパ大爆発チームと新宿スポーツランド本館チームの試合を見たいなと。あ、なんか逆になってますが、あ、逆になってますね、こっちです、はい、こっちです。あ、位置変わるかな、どうなってんだ。ですね、組み合わせがあれなんですけど逆になってますね。こっちの筐体移していただければ大丈夫です。うん、大丈夫ですかね。はい、2番筐体の方を画面に出していただければ、はいはい、2番筐体をお願いいたします、ということですかね。さあ選手の皆さんの準備は OK ということで、はい、B ブロック2回戦ですね、はい、皆さん盛り上げていきましょう、はい、B ブロック2回戦レディーアクション。お、さあゼクスポさんのアズラエルとミーヤさんの陣、率いるクッパ大爆発チーム、対するは新宿スポーツランド本館チームですね。松本さんのマコトと中尾さんのナインと、さあ先方ゼクスポさん出てきましたね。はい、さあ中尾さん若干顔が硬いですが大丈夫でしょうか。ドキドキしてる。初めて今日初めての試合ってことですかね。今日初めての試合、あー、なるほど。1回戦目はじゃあ、中尾さんの方が似たてで上がってきたということで、結構なんかにっこりしてらっしゃる方もいらっしゃって、この状況でもなかなか心に余裕があるような感じですよね。ある感じですが、もう心ピースまでしていく。張り付いてる可能性ありますけどね。あのゼクトさんはあの普段から、はい、もうノリノリなので、さあ 1P 側ゼクソさんのアズラエル、 2P 側が中尾さんのナイン。この俺が味わってやる。さあ機動力に関してはステップタイプということで若干、かなり低めの性能だったりするアズラエルなんですが、ここナインにどう触っていくのか。しかし突進技の必殺技グスタフバッターや低空ダッシュなどで一気に前をつけていきたい、詰めていきたいんですが、グスタフ触って切り返したナイン側、対空気味の前足がヒット、アズラエルが距離を詰めてくる。低空ダッシュ通して立ちに崩して、ここからが恐ろしいのがアズラエル。タイガーコブラレオパルト3段から画面端一気に追い込んで、デグダッシュジャンプ B、 ジャンプ A 変わって3段タッチ B 拾いからの両弱点、裏回りの早い、ここは一気に体力持っていって、裏回りデグダッシュジャンプ B がめくりでヒットして、1ラウンド目取るのはゼクトさんのアズラエル。ダイヤのステップからのグローラーフィールド、そうですね、めちゃくちゃ速い裏ですね、はい、ちょっと入力にはコツがいるんですが、やはりこの決勝の場で、決勝大会の場でもしっかり決めてくるあたりがやはりアグレボ発射といったところでしょうか。デグラスジャンプ B に合わせて前ダッシュを通したが、さあここはクリムゾンレイダー高めヒットからの拾い直しでダウンを奪いつつ、さあ、あれは9コンボ途中で補正を切って、ね、センサイトとサンシーの2択ですね、はい、非常に見切りづらい2択になってますね。
上からジャンプした C で急降下するアスライル、着地を狙った攻撃、クンサイトはしっかりタッチガード、空中コンボから地上に引き起こしてクリムゾンレーダーでダウンを奪い、パンサーストライクは空振ってしまう。2ラウンド目取り返す中尾さんのナイン。さあ1回距離を下がるアスライル、ジャンプ初心は空振り、立ち A による対空は空振ってしまう。もう一度クンサイト伸びて、クンサイト高めクリムゾンレイダーからここはテクラッシュ、ジャン立ちで崩して空中で逃げ回るナイン、追うアスライル、クンサイトが当たって凍らせて、さあこれは足りるんですか、アスライルなんですが、これは足りた、一気にダメージ持っていって勝ったのは中尾さんのナイン。素晴らしい、素晴らしいですね、しっかりゲージを見てからのディストーションによるフィニッシュと、ちょっとオーバードライブを使わなかったのでドキリとしましたけども、はい、しっかり足りてましたね、はい、では続いて出てくるはミーヤさんの陣ですね、はい、カメラはそのまま、あ、画面はそのままで、あ、画面じゃないや、筐体はそのまま2番筐体でお願いします。ミーヤさんはキャラタイメモですかね、はい、あれはもしかして、そうですね、おそらくキャラタイメモを見直しつつ、先ほどのアズラエル戦を見てどのような動きをしてくるかというところを考えながらキャラクターセレクト、じっくり時間を使っていく。なんか中尾さんがランクアップがどうこう言ってますけど、それ出ない方が良くないですか。すごいニコニコしてる。前方出てきたアークレボ覇者デクソさんのアスライルを破った中尾さんがこのまま一気に持っていくのか、はたまた大将ミーヤさんがここで踏みとどまり相手の大将引きずり出していくのかといったところですが、じっくり時間を使ってキャラクターセレクトです。ジンナインはどうなんでしょうね、どうなんでしょうかね、あんまり見ないんですけども、そのジンは触った時の固め攻め継続力が結構高い、うん、はい、のとあとはナインの無敵技フラッグスナーチャーですね、はい、あれはちょっと発生が遅くて、はい、攻撃を重ねながらガードすることがちょっと簡単なんですよね、はい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 、で裁かれてしまうとフラッグスナーチャーは魔法を消費しないと出せないので、その後はかなり陣の攻めにつけなきゃいけないみたいなところはあるかもしれないですね、はい、うん、ここでランクアップマッチが来ました。ここを阻止するのかミーヤさんの陣、それともここでランクアップを決めるのか中尾さんのナイン、いろんな意味で大事な一戦、いろんな意味で大事な一戦、くだらぬ夢もここまでだ大魔道士、気に食わない、あの男にそっくり、 The Wheel of Fate is turning。 さあ今回ジンの後ろにトリニティがいるんです。このトリニティがいる理由はぜひぜひアーケードモードをプレイしてください。そうですね、さあ宣伝もしっかり、はい、さあではここはまず開幕ダメージを取っているのはナイン、ダウンを奪ってここは遅めの起き上がりでクッサイト重ねに対してオーバードライブを発動しても技が確定しないというのはかなり強いですね、はい、クッサイトが。しかしここは画面端持っていっているのはミーヤさんの陣、崩してワンコンボ、ジャンプ D からのせっかちん、せっかちん非小説フェッチ、これは中尾さんは知ってますよね、寝っぱなしで対処という、はい、さあ対空の吹雪、タッチに対して空中ジャンプ A がヒット、やはりこのジャンプ A リーチが長い、クンサイトを拾ってワンコンボ凍らせて2連装は空振り、非小説置いていやらしい位置に置いてある、これは合わせて撃ち出せる、ここはガードが間に合う、
裏まで対空のしゃがみだったんだが、ここはうまく見ていた。対空のしゃがみへ絡まったんですけど、空振りからまあ入れ込み 5B が7振れなんで、うまくフォローしましたね。さあリーチが長くなった斜め下しを絡めて一気に触っていく陣川。軍隊とによるコンボ継続、まずはストップしていつでも軍隊とが打てる状況。さあここで戻して軍隊と、さあじりじり、さあここで低空ダッシュを通した新谷さんの陣、おっと熱波してしまうと、おっとミスりました ねしかしここは悲しい、切り返して再び立ち回りへ戻す。さあ立ち軍隊とでコンボが伸びる。さあここは補正ギリギリの軍隊とが当たって、オーバーダイブ発動、立ち身絡みたしオーバーダイブ発動、お嬢ちゃんオーバーダイブ。さあこのやはりこの前足ナインの前足、非常にこのジャンプしようとする相手に、そうなんですよね、はい、防止力が非常に高いです ね。さあこれで一時対象最初戦に持っていけるのかといったところですが、対空しゃがみへジャンプ D から、ここは切り返してジャンプした C が当たり、クリムゾンレイダーからファンシーは届か、斜め C は届かない、クルーザーと空振り、しかし降り際行動が刺さる。体力オレンジに突入したところで、ここで北西切りバーストを使ってしまって、おリーチの長い斜め CC をうまく差し込んで、ラピッドキャンセルによりフォローによりダメージを取りに行く。相手の切り返しを警戒したが、冷静なコンボでやはりこの前進非常に強力、勝ったのは中尾さんのナインおめでとうございます。素晴らしい先輩、そうですね、さあこれで B ブロック、はい、ベスト8に進んだ2チームが決まりましたかね、はい、ミオユキチームが、そうですね、ミオユキチームが抜けました、ベスト8に駒を進め、はい、そして、今しがた新宿スポーツランド本館チーム、はい、がベスト8に進みます、はい、進みます、はい、おめでとうございます。いやーナイン、ナインがかなり上がってきてますか。さす、そうですね、まあ松本さんの誠、中尾さんのナイン、そうですね、両方ともあの、うんうん、先ほど伺いした感じだと、はい、先ほどの1回戦では中尾さんは出なかったと言っておりまして、うん、続く2回戦目では、はい、今度は中尾さんが見立てをすると、そうですね、いう感じなので、かなり両者ともに非常にレベルの高い強い、はい、ということになりますよね、はい、その両者が上がってきております。新宿スポーツランド本館、抜けたのはタイトルステーション溝の口2号店。では C ブロックの方も、はい、トーナメント表見ていきましょうかね。そうですね、はい、はい、こちら C ブロックです。サウスタウンチーム対レミニセンスチーム、はい、ビッグザブドウチーム対神がいる国アテナ日本橋チーム。さあこの対戦はどこを見ていきましょう。サウスタンさんも見たいし、はい、レミニセンスさん対サウスタンさんも見たいんですが、ビッグザブドウさんと、はい、アテナ日本橋チームを見たい、見たい、ラグナジンどっちも見たい、ハザマミューテル、あーどっちも、はい、どっちも、どっちも見たいが、フェンリッチさん、どうでしょう、コメントどんな感じでしょうか。そうですね、コメントちょっとじゃあそうす、ね、頼りにしてみますか。皆さんどちらが見たいと、もうナインは見たくない、正直な気持ちが、どっちを見たいかな、個人的には南さんのイザナミも見たい、うん、イザナミを使っている身としてはイザナミさんも見たいが、うん、イザナミも見たい、ノエルも小田さん、ユーミヨとキャラというよりはドグラさんが見たいとかいうのもありますが、まあ、そういうコメントもありますねラグナジン、うん、ミュウ見たい、イザナミまだ見てない、そうですね、あ確かにそうですね、ハザマミュウ映ってないと、狭間さんはさっき見れた気がしますが、うん、でもミュートエルブがいるということで、ここは右側のビッグザブドウチームと、ね、はいはい、神がいる国アテナ日本橋チームを見たいなと、なるほど、
思います。グザブドチーム対神がいる国アテナ日本橋、はい、4番兄弟の方で4番兄弟ございますかね、はい、お願いいたします。こちらの試合の方を見ていきましょう。準備の方はもうちょっともう少々かかるとのことなので、はい、わかりました、はい、お待ちいただきましょう。まあやはりコメントもどっちが見たいかそうですね、かなりかなりナインはお腹いっぱいだと、ナインはお腹いっぱいという話もありつつ、まあ、ノイロはさっき映ったよっていう説もありつつでもこれジレンマですか。ジレンマです。ジレンマですか。非常にジレンマです。恐ろしい。 B 筐体とかも動画撮れてればいいんですけどね、動画というか大会で映ってればいいんですけれども、うん、準備の方が整ったということですかね、はい、こちらが C ブロック、そうですね、 C ブロックの、はい、第2回戦ですね。では始めていきましょう、うん、C ブロックです。2回戦レディーアクション。おっ、Please select your character. ワンピー側に座るのか、これは、はい、J アンソンさんのハザマ、名前ハザマ対 J、はい、そうですね、なので、うん、あの上の出てるのがちょっと逆かもしれませんね。はい、まあはい、大丈夫かな。いや、上に出てたらちょっとチーム名が若干逆だったりするんですが、まあ、チーム名が逆ではあったか、はい、まあ、大丈夫でございます、はいはい、いや、なんか今日の大会の中では、はい、新鮮な組み合わせみたいに新鮮な組み合わせですよね、はい、さあ、1P 側が J アンソンさん、 2P 側がフェンリッチさんの陣、前方でフェンリッチさんを出してくるという、なんか投げだ、お互いの投げがかかってしまう。ダウンを奪って、ここでオーバーされば発動、後ろに下がってプロポーションヒット、うまく繋いでいる。立ち死にしゃがみ、差し、さあコンボが下がってダウンを奪い、2連投読んでいた、ね、あ、中断でバース使わせる。そのリセットが通るのは珍しいですね。おーっと、回復立ち、ウロボロスによる多角的な攻めを展開していく、ジェイアンソンさんのハザマ。また降りて、着地時間しゃがみで相手の動きを潰す。大学方天神、立ち上げて、落ちて選択、非連投で切り返し、ガードを固める、下段もガード、上に逃げて、まずは金橋が出す、空中投げ空振り、ラピッドキャンセルからコンボ継続、ここでバースト使う、お互いワンコンボで足りる体力だが、ラピッドキャンセルから不思議なことが起こり、下段ガード重ねてプロボロス。さあ、あれが三つ星か、完全に三つ星を食らった形持っていかれてしまった。おー、すごいことになっている。おー、前振りが倒した。立ち襟から後ろにジャンプに繋いで繋いで、ダウンを奪って投げをトープ、歩いて歩いて投げ、前シーからプロボロスを絡めたコンボ、立ちキー、鏡シーから叩き落として2連装が取る、中段を振り切って、ここはカウンターサットで切り返す、ジャンプ B がヒットして投げはしっかり見て、ウロボロス4展開、ここは鏡シーがカウンターヒット、立ち B、立ち C、鏡 C からジャンプリーで凍らせて攻めはどうする、中段中段、これはバースを使って、ここは吹雪の空振りに対してバースを振っていった、どうだ、足りないよね、足りない、まだある、まだある、大変、非常に危ない、いろいろあって最後は前への中断で、なんか実況が追いつかないような展開が点3点するみたいな、すげえいい試合だったっす。バズで足りないっていう、でもあれはどうしてもなかったかな、おそらく。いやー、崩れ落ちてます。J アンソンさん崩れ落ちてます。これは悔しかったでしょう。十分ある試合でしたね。そうですね、2ラウンド目も勝ち確何回か逃してましたからね、はい、さあ、これは悔しそう。コメントのツッコミもね、なかなか負けなさいって。さあ、J アンソンさんはもう相方に託しております。さあ、というわけで大将として出てくるのがアズオさんですね。アズオさんのミュートゥエルブ、
さあこの天帝の天帝の陣に、なんとか傷跡をつけていきたいが、このミュートゥエルブ、まずはこのシュタインズガンナーを設置して試合を展開していきたいところなんですが、ここはゲームの画面端、サラミエがヒットして前ビーからの被弾戦、ダウンを奪って固めて下段が通るが、ここは素直逃れる、ここは上からかぶせられてしまって、前にタッチしゃがみし、最後はディストーションで一気に体力持っていったフェンリッチさんの陣、2ラウンド目、まずはこのリージョン長い段死し、中段は通ってしまう、私たちが直りで国のとこたち飛ばして片目を継続、一旦下がって再びシャインズガンナーを設置して、なんとかターンを握っていきたい、アゾーさんのミュートゥエルブ対空前へ空振ってしまうが、サガミシーがカウンター、上からかぶさってくる、うまくコンボナイフマジか、前 B から被弾戦、斜め下 C からのダウンを奪ってジャンプ C にかぶせてくる、このジャンプ C に叩きたいが、パートで落ちていたオーバードライブ、これは前 C クラッシュトリガー引き寄せ月面、かっこいいですねさあ一気に持っていったということで、勝ったのはビッグザブドウチーム、おめでとうございます。強いストレートでいきましたかね、はい、さあというわけで、もう片方のサウスタウン対レミニセンスチームがまだ終わっていないということで、はい、そちらを映していただければなと思います。じゃあ、2番筐体の方を見ていきましょう。これは対照戦とかなんですかね。これは時間としましては対照戦ですかね。ですかね、おそらく、はい、あというわけで今回動画に映る、動画配信台に映るのは初ですね。イザナミ、南さんのイザナミ、ね、うん、さあベスト8最後の椅子をかけた戦いに、あ、まだか、まだ、まだ C ブロックですね、はい、これ C ブロックですね、失礼しました、はい、まずは航空でビットを展開して、浮遊によって相手の攻撃が届きづらい位置で展開をするのがイザナミ。さあまずは展開中のコンボ決めていくが、ここは斜め下 C ガードされてしまうと非常に隙が大きい、そこをドライブを使ってフォローするところなんですが、今のはちょっとビット展開し飛ばした後だったのでうまくフォローができなかったといった形でしょうか。さあここは航空にいるイザナミをなんとかノエル代わりに行きたいんですが、さあここはうまくビットを使って、ヤサガニのマガタマを使ってうまくフォローしていく、しかしここは位置が入れ替わってノエルがターンを握って画面端のコンボ、置き攻め、低空ダッシュジャンピー、ここはディストーションドライブ、破前のクイがヒットして、これは足りるでしょう、ディストーションフィニッシュで1ラウンド目取るのは南さんのイザナミ。やはりこのイザナミはこの浮遊を使った攻め、この航空での浮遊はやはりノエルはなかなか少なそうですね。確かにそうですね、結構触れる技が少なそうな感じですね。確かにそうですね、はい、攻めてもらった方がノエルは楽なのかなという感じが感じますけれども、さあここはこのヤサガニのマガタマ展開中、後ろの後輪が展開しているときはイザナミ側はガードができないという弱点をはらんでおりますので、そこを攻められるとなかなか厳しいか。さあ画面端の攻め、うまくさばいてタッチ B カウンター、鏡 B がつながっている。さあ航空でまずはビット展開、無重の盾を装備すると相手の攻撃を受け止めてくれるようになる、なのでビットを展開しても相手の攻めをさばくことができると。この状態になるとイザナミ非常に厄介、これがコマンド投げ、タッチ C、鏡 C、あ、こうやった A ボタン押してますよ、そうですね、A ボタン押してますよ、はい、というわけで勝ったのは南さんのイザナミ、おめでとうございます。これで C ブロック全試合、はい、はい、これで終わりました。何か戦終わりました。
が座ってますか。竹中さん、あ、対象戦ではなかったって感じですか。対象戦ではなかった。今から対象戦。今から対象戦。あ、失礼しました。なるほど、失礼しました。はい。あ、じゃあこれで1-1来ましたね。こちらも1-1ということで、うん。さあ、サウスタウンチームは南さんのイザナミが引き続き座り、はい、対するレミニセンスチームは竹の子さんのナインが座っております。ナイン対イザナミ、まあ、新しいキャラ同士の、ね、はい、組み合わせとなっておりますが、事前のインタビュー記事を読ませていただいたんですが、南さんはナインがいけると、あ、なるほど、確か得意だという記事は確かあったかと思いますので、これはその得意な面が見せてくれるんでしょうか。コメント通りの展開になるのか、なるのか、はたまた竹野子さんが何か起こすかという、はい、ここで踏みとどまるのかといったところですね。ザナミナインはどういう展開になるんでしょうか。さあ始まります。さあもう相方の2人はもう見守るのみ。そうですね、応援していきたい。真剣ですね。まずは後ろに下がってビットを展開して、ここは対空気味に無重の盾を展開して触りに行く。エクシーダクセルがヒット、ダメージを取りつつアクティブフロー状態に突入。航空からの B 版の到来の方向で奇襲を仕掛けていく。航空で展開、隙を見て前に詰めていくが、ここはガードができない状態、相手の攻めを食らってしまう。裏回りを通ってしまって、ここはワンボンボもらって画面端置き攻め付きで下段中段から中段全てさばいているが、ジャンプ B が当たって、これはチャンスが来る。クラッシュトリガーでしっかりコンボを継続。立ち、しゃがみ C、天外の日からのビット展開、無重の盾、荒投げ重ねて前 C がヒット、立ち、前 C、A 到来の後、立ち、しゃがみ C、天外の日からのビット展開からの前 D の飛ばし、浮遊キャンセル、ジャンピー中段ガードして、下段ガードして、硬い、非常に硬い、ここで、ね、空中投げ逃げて、さあここでなんだかんだで体力がほぼほぼ飛ぶ。ゲージもお互いを出さるが、ここはマイシーがやはりジャンプの上り際にヒットする。さあここはやはりビットを展開していると見せかけて戻してバースト呼んで、今のちょっとこうナイン対ザナミのあるあるなんですけど、離れた距離でディストーションがあるとナイン側はやはりあのディストーションで一気に画面ヒットするので、殺れちゃうんですよね、はい、なんですけど、そこをちゃんとビット回収して逆に浮かせて、うまいですよね。なんですけど、そこでラピッドキャンセルして中段を狙ったんですけど、それもしっかりタッチガードしているという、まあ、流れでございましたが、さあ2ラウンド目、下段触ってクラッシュトリガーを絡めたコンボで画面端まで運んでいる南さんのイザナミ展開して、立ち B 中段の前 B、 立ち前 C 浮遊解除、立ち前 C からの A 到来の後、立ちしゃがみ C 展開の日からの荒投げを絡めて展開無重の盾、これはかなり攻めが強い。前 B から無重の5 素晴らしい攻め力で勝ったのは南さんのイザナミ、おめでとうございます。ありがとうございます。強い、強いですね。笑うことしかできない、笑うことしかできない、はい、さあこれで C ブロックが終わりまして、はい、サウスタウンチームとビッグザブドウチームが勝ち抜きですね。はい、トーナメントを出ておりますね。はい、さあ今度はこの2チームがね、はい、後ほどぶつかるわけですけれども、はい、わあ、サウスタウンさん対ビッグザブドウチームがぶつかるという、はい、これはちょっと読めないっすね。このここがぶつかった時どうなってしまうのか、何が起きてしまうのかまあこれはとても楽しみにしておきましょうね、はい、楽しみにしたいですね、はい、では2回戦の最後ですかね、 B ブロック、はい、トーナメント表を出していただきましょう。こちらですね、はい、旭日藤井本家チーム、ガムテープフレンズチーム、続いて僕らはジキャラを愛してるチーム、蒲田フレンズチームということで、はい、じゃあこれは
どちらを注目していくのか。そうですね、旭日チームは先ほど配信台の方で映っておりましたので、コメントでもきっとこっちが見たいとかもこの後とあるんです、言っていただければ、まあ、それもちょっと参考にして、はい、参考にしつつ、ちなみに個人的には、はい、やはりレイチェルが見たいなという、レイチェル、工藤さんのレイチェルが見たいですね。レイチェル見たい、はい、レイチェルは出ません、レイチェルは出ませんレイチェルは出ませんという強いですね。伊佐さんが出してあげる、出してあげる、レイチェルは出ませんのコメントに対して出してあげるよっていう、出してあげるよという優しいコメントが、たまたフレンズチームからの。じゃあそれ見たいですね、ちょっとね。じゃあ出るかどうか、どちらが嘘をつくのか。はい、ちょ、見というわけで、じゃあ見ましょう。そうですね、4番兄弟の方をじゃあやっちまったと、やっちまったと言ってみますか。では、準備が整ったようですので、はい、D ブロックですね。はい、D ブロック2回戦始めていきましょう。はい、レディーアクション、よっ。まあ、お互い、まあ、身内戦になりますからね。22段ありますけどね。ベスト8を決めるはずなのに、なんか子供の喧嘩みたいな煽りたい。そうですね。仲良しなんですかね、あのお互いのチームは。対戦は、はい、おそらくお二方両方とも関東の、そうですね、なので対戦経験も、対戦経験もあるのではないかなと。なるほど。さあ 1P 側が栃木銀さんのアズラエル、 2P 側先方出てくるのは伊佐さんのカルル、うん、カルルはもうこの大会では相当なこう活躍をしているキャラでありますけれども、そうですね、かなりの活躍を見せているキャラクターでありますが、またそれが見れるのか、それとも、まあ、逆に言えば多い分それに対する対策も、うん、そうですね、そうですね、やっぱ使用キャラ、使用率が高いキャラっていうのはそういうところありますもんね、はい。さあそこをどう打ち崩していくのかというところでございます。さあまずは開幕、やはりアズラエルぐんぐん行くが、カルルによる騒ぎ、ここは空中投げ、しゃがみへ拾い、タイガーコブラ3段からジャンプ2です。さあ熱波に対して両弱点、こうなるとカルル側が1回倒れて非常に恐ろしいことになるが、冷静に立場に戻す、ジャンプ B がヒット、ジャンプ下 D が当たってフローラーを入れつつのダウンを奪って、再び集団弱点、赤弱点ついている、クタイクのジャンプ、アズラエルがぐいぐい前に来る、なんとかさばきたいが、パンサートライク、立ち火拾いからバリアントでフィニッシュ。パンサーストライクからそんなにヘッドでいいのかなみたいな、ね、パンサーストライクから中段弱点がついていればダメージをかなり伸ばすことができますので、さあここはしかしカルル側が挟み込み、おし、挟み B で暴れているが、さあこれは上からかぶさってくるアスライドをさばいていきたいところ、ジャンプ B が強い、真ん中にニルバーの奥が、ニルバーナに対してダッシュで裏回っていく、アニマに対してダメージを与えていくが、しかしここはアズラエルがトンボを受けてしまう、画面端アレグレットでダウンを奪って固めパンサーストライク、ラピッドキャンセルで抜け出す、投げは空振り、タッシーで殴っているのはニルバーナ、対空から、しかしここでニルバーナがダウンしてしまう、こうなるとカルル側は冷静に相手の動きをカルル一人で対応しなければいけなくなる、対空前は地上ヒットしたのでダメージが結びつかないが、下段で崩してバーストは空振り、ラピッドキャンセル使って伸ばすがダメージが足りない、フル対空ジャンピー、ニルバーナがここでダウンしてしまう、相手の攻めさばけるか、空対空のジャンプ、あのアズラエルの体力が非常に大きく感じる、ここからのアズラエル非常に怖い、3段で画面端へ中段タッチガード、ニルバーナ空中投げ、最後はブラックホークスティンガー、
回り込んでますね、栃木さん。さあ、回り込んでおります。いや、ルーチェル出てくるじゃん、みたいな。ニコ生見てる人に、筐体の方を映してほしいぐらいの。いやー、今のバースト対策もありましたからね。最後のブラックオークスティンガーなんかは、相手のバーストがあるのを見越してですね、見越してというかありましたので、バースト対策で一気に勝負決めに行ったという感じでございます。うんうん、さあ、レイチェルが出てしまう。出しませんと言っていたレイチェルを出していく。やはりフラグになってしまったが、さあ大将として出てくるは哲夫さんのレイチェル。今回の配信では初めて、ね、画面に映るのではないかなと思いますが、さあ出ました、画面来ております。さあ哲夫さんのレイチェル天帝になっております。英雄対天帝の戦いと、英雄対天帝の戦いですね。さまざましっかり両者の出方を相方に確認中という感じでございますね。表情も真剣になってきました ね, ですね。ここまで来るとレイチェル・アルカード・アズライル、あの段位のところが、はい、まあ、英雄と天帝となっていると思うんですけども、はい、この漢字になったあたりから、はい、かなりもう、なんでしょうね、英雄と天帝どっちが強いのって言われると両方強いです、もう両方強いです。ちなみにまだこの上がもう測れないです、それは秘密です。あら、恐ろしい。ちょっと聞きたかったですね。聞きたかったですよね。まだあるのか、さあでは大将哲夫さん対先方栃木さんのアズラエル見ていきましょう。まずは IB ブロッカーを設置して相手の出方を疑う。風を回復が速くなっているのでこれはかなりレイチェル、これは栃木バースト使わせて、この上からかぶさってくるアズラエルをどう対処していくのか。東大ですがヒット、ゲオルグ設置、風を使って一気に触りに行き、下段で崩して相手もつないで前へダウンを奪って、起き攻めはバレルロータス、吸収して下段で崩す。東大ですが出し CC、 3C から7C から、もうダメージが伸びてます。そんなに減らなくていいんじゃないかぐらいやりますからね。さあここはアイビーが置かれていて、結果的には体力減っておりません。ランドメトルナ哲夫さんのレイチェル、アズラエルが前に詰めてくるが、シャーシャーと言いながら詰めてくるが、後ろにスッスッと下がっている風を使って相手を翻弄するレイチェル、バレルロータスヒット、マイビー牽制、ロータスアイリス、ゲオルグ、ここはクロラフィールドで相手の飛び道具を吸収する。裏回りはしっかりガード、あーここは下段で崩して中段立ち D はガードをする。カラスキャノンは空振り、上からジャンプ D がヒット、カディがヒット、バックステップに噛み合った、ジャンプ D がヒットしてこの攻めをつなぎにいくが、ここで前 D がヒットしてしまう。弱点がついているのでここはバーストを使う。オリギワのジャンプ B がヒット、マイステップマイステップ、バレルロータス吸収してパランプ、何かがカウンターヒットしているので反撃を受けなかった。前で浮かせて空中コンボ、前から斜め下 C からの後ろ B、 ゲオル重ねて中段崩してタッチ C、 アイビー置いて少しずつ相手の体力を削りつつ、見た目よりも減っているんです。そんなに減らなくていいんじゃないか。そんなに減らなくていいんじゃないか。一気に持っていくが、これはどうとってもあり、最後はジャンプ C がヒット。やはり哲夫さんのレイチェル大将強い。天帝ってこんななんですか。天帝が、これが天帝、これが天帝です。強いですね。強いですね。強いですね。この天帝同士が、はい、あ、じゃあこの後々ね、はい、あの先生たちがぶつかる可能性もありますので、ありますから、はい、恐ろしいことや、ね、何が起こるのかもう分からないということがお分かりいただけたでしょうか。分かったけど分からない、分かったけど分からないような。さあ大将戦、大将戦です ね, ですね、これで、はい、というわけで大将出てくるのは船長さんのナインナインですね、バーサス哲夫さんのレイチェルと。
動色から哲夫さんはかなりいろいろなキャラを使われていたかな、ね、と思うんですけれど、このセントラルフィクションもいろんなキャラが、はい、おそらく黄色く単位がなってると思うんですけども、うん、はい、そうですね、今大会はレイチェルということで、はい、かなりあのプレイヤーズギルドの団員なんかを見てると、はい、哲夫さんの名前がいろんなところに、そうですね、いろんなキャラクターのランキングに哲夫さんがいてですね、いろんなところにいらっしゃいますね、いろいろいると思って、その中で、まあ、今回はレイチェルでエントリーということで、やはりこのレイチェルというキャラクターに自信があってエントリーされているということなので、その実力は折り紙つくといったところでしょうか。さあまずはロータスアイリス、ゲオルグに対してオーバードライブからのエクシャクトはガード、空中コンボしっかりつないで画面端へ下がっている後ろ B からダウンを待って、ゲオルグがノーマルヒット、しかしアイリー設置して見た目よりもヘルコンボが始まってニックが、これはすごいですね見た目よりもリスト減ってる、ゲオルグ下段で崩して一気に攻め切って1ラウンド目取るのは哲夫さんのレイチェル。さあ相手のジャンプに合わせてマイシーはしっかり地上に引ったのでヒットしない、ゲオルグが降りているが、立ち A は空振り、軍隊とが真上から降ってくる、受け身を取ってタッチ B で相手のワークに対して置いてある感じ、バースト使って風受け身、前衛対空対空がヒットしてタッチ B に拾い直し、バレルを出すコートアイリス、タイニーロベリア対空前衛がヒットして空中ダッシュからコンボをつないで、アイリス後ろ B タッチ CC からゲオルグ、ここでノーマルヒットしてタッチ CC からアイリーブロッサム前衛、これは何でしたし、それで終わってしまう、すごい一等賞を使うまでもなくフィニッシュというわけで、大将哲夫さんやはり強かったか、勝ったのは僕らは次キャラを愛してるチーム、おめでとうございます、おめでとうございます。さあというわけで、4兄弟の方は終わったんですが、まだ2番兄弟の方がまあ続いているので、ね、試合がまだ続いているということ で、 そ、 で、ね、そちらの台を移していただきましょう。かなり土壇場のすごい瞬間かもしれないが、もう試合も終盤ですね、このセットプレーが、おっと、ミスってますね、白いです、かなり強い、かなり強い、空中投げ、素晴らしい、ゴロさんの誠が最後空中投げを通して、これは決まりましたね、勝ったのはガムテープフレンズということでよろしそう、ガムテープフレンズ、はい。